光るやつ。そう、10日さん言ってた。かわいい。浴衣着てないよ。そう、いちごかわいい。目赤い。そうなんよね、なんか。そう、目の周りが赤いのはアイシャドウなんだけど、目の中も赤いよね、なんか。が食べて、そう、インスタに載せてるので、皆さんぜひいいねよろしくお願いします。トウカさん、コッコと言った。なんか全然トウカさんに行くつもりじゃなくて、普通にコッコとご飯食べに行こうって言ってて、そう、コッコとご飯食べに行こうって言って、ご飯食べに行ったら人がめっちゃ多かったから、あ、今日トウカさんなんだってなって、トウカさん行って。ありがとう、楽しかった。あ、パオシさん、くまちゃん、ありがとう。くま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 、ありがとう。ブラウンのアイメイク、そう、今日メイクがいつもとちょっと違う。アイシャドウがいつもより濃いんですよ。そう、アイシャドウがね、マスカラも茶色なんですよ。ありがとう、ありがとう。そう、ちょっと大人メイク、ありがとうございます。昨日 MV 撮影前に動画されていた。あら、いいね。シャドウにしようかわいいね。かわいいよね。何のお祭り？それ、ね、広島のお祭りなんですよ。トウカさん、トウカさんなんかつうか、いまだに発音が分かってないんですけど、広島城行ったことある。でも中入ったことない。ドロミチココア写真買い方、ありがとう。インスタか、インスタぜひ。今日久々に投稿して2個投稿した2個投稿したから見て、もうマジで載せてるネタがなくて、今日やっとネタを見つけたから2個載せてるんで見てねー。指輪でかいな、これ何カラットか、かいっしょ。お祭りでもらった。おっくんさん、くまちゃん、ありがとう。くまくまくま、ありがとう。そう、祭りと、いや、今日普通にお祭り行ってきたのよ。あ、いいねしてきた、ありがとう。インスタコメントした、お、ありがとう。皆さんぜひインスタの投稿と、投稿したからインスタ見てください。スーパーボール、スーパーボール2回したよ私今日。スーパーボールスクエア2回した。そう、今日着とった T シャツ買い方ね、かわいいよねこれ。そう、水色と赤の組み合わせ。そう、スーパーボールすくい得意。でもなんか今日のスーパーボールすくいの、あの、なんていうの、ポイっていうの、あれめっちゃ薄くて文句。でもあれハードとかあるんですよ、売ってるやつ見て。私スーパーボールすくいしようかなと思って、
あの売ってるとこ見たんですよ、スーパーボールすくいのなんか紙のやつ売ってるとこ見たら、なんかカードソフトとかなんかあるんですよ、柔らかい段階がそうだから、あそうなん、全部一緒じゃないんだって思った記憶があるんですよね。そうそう、まあでもそれでも15個ぐらい取った。去年もお祭りで指輪もらった、そう去年も指輪もらってた、今日のイヤリング可愛かったね、可愛かったよね。私も今日買ったの、あのイヤリング、なんか普通に服見てて、あイヤリング可愛いと思って買ったやつモナカの皮じゃないモナカの皮で金魚すくいあるよね。スーパーボール何ですか、いやスーパーボールいらないよ、ただすくいたいだけないね、スーパーボールをだからボールはもらわないの、景品だけもらうえでもなんか最近のスーパーボールすくい屋さんってあれ、ボールくれるとこちょっとくれないとこがあるよと。そうすくうのは楽しい、福ちゃんにあげる、そうね確かに、でもあんだけ持ってたらもういらないんじゃないでなんかくれるんだけど全部はくれない、そうそう景品に変わるのよ個数によって、そう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 、でこれは分かんないけど何個だったか分かんないけど、こっから選んでねって言われて指輪があったから、指輪、いやでも指輪が欲しくてやってたから指輪もらえて嬉しかった。今日めっちゃショックなことがあったんですよ、この1週間、ここ1週間で一番ショックだった出来事があって、たこ焼き買ったんですよ。でしかもなんかそのたこ焼きがなんかたこ焼きを渡してくれた男の子がなんか小学生ぐらいで、なんかお母さんのお手伝いしてたんですよ、小学生の男の子が、そう小学生の男の子がお母さんのお手伝いしてて、そのたこ焼き屋さんですごい可愛くって嬉しかったの、その子が私にたこ焼き渡してくれたことが、どうぞって500円ですって言って、袋いりますか、マヨネーズかけますかって聞いて、めっちゃ可愛くて、あー嬉しいと思ってすごい嬉しかったので、私買った後めっちゃ嬉しくて、はあ嬉しいと思ってそのまままあ、このスーパーボールすくいに行ったわけですよ、この指輪をもらったスーパーボールすくいね、でスーパーボールすくいして、でスーパーボールすくいってこの指輪もらってめっちゃ嬉しいじゃないですか、だから嬉しくてそのまま帰ったんですよね、コッコと歩いてて、あ指輪嬉しいとか言いながら歩いてたら、あたこ焼きがないってなって、そう5分ぐらい経って、そう結構歩いてたこ焼き忘れたことに気づいて、もうめっちゃショックだった本当に。なんか多分あのそのたこ焼きを普通にあのお兄さんとかお姉さんが普通にはいどうぞって言って渡してたらそんなに悲しくなかったんですけど、あ忘れちゃったあぐらいだったんですけど、その可愛い男の子がたこ焼きを袋に入れてくれてマヨネーズをかけてくれたのに忘れたのがショックで、私はあーせっかくあの男の子が袋に入れてくれたのにってなって悲しかった。たこ焼き紛失、そうスーパーボールすくいするときに置いてね忘れてきた、悲しい。そうなんだよ、めっちゃ悲しかった、だからもう私本当に当分悲しかった食べてない悲しい時。あ、くずりゅうさんタワーありがとう、
紙がないんだよな。ちょっと待って。ちょっと待ってね。あるかな。ちょっと待って。紙がない。どうしようかな。あった。よいしょ。くずりゅうさん、タワーありがとろぶー、ありがとうありがとろぶ。お、キッティさん、タコありがとう。タコちゃん10個。みーさん、おっくんさん、タイガーマスクさん、ズキコさん、タキヨンさん、ギフトありがとう。くにゅうさん、くまちゃんありがとう。くまくまくま、にしさん、ゆういちろうさん、ずきこさん、ひろのりさん、ゆうみるとよしーさん、ぽんたさん、おとまたさん、ギフトありがとう。りゅうとろぶさん、くまちゃんありがとう。くまくまくま、おっくんさん、くまちゃんありがとう。くまくまくま、東京という買い物価格、お、待ってます。今年お化け屋敷行ってない。明日はロケや。週刊有名、有名でしょ、めっちゃ。最近タピオカハマってるけど、トラちゃんタピオカ飲んだりする？たまーに飲むよ。感謝枠やった。お、ありがとうございます。感謝枠、ゆっかりあこさん、タコありがとう。久しぶり、感謝枠申し込む。お、待ってます。ゆういちろうさん、ギフトありがとう。広島で飲んでます。おー、いいですね。そう、週間ね、終わる、なく、なんかよく知らないんですけど。さいちゃんさん、くまちゃんありがとう。くま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 、ありがとう。今日のメールのアザートロブ可愛かった。お、ありがとうございます。ダムゾさん、ベンゾーさん、ギフトありがとう。学力テスト楽しみ。おー、なんか学力テストさ、本当にテスト、学力って言っても本当になんか勉強系なのかなと思ったり。常識テストって中学生の問題でしょ、だからどういう感じなんかわからん。
津南学予約です。いやそれが知らんのよね。いつか一般教養かなって思ってるんですけど、でも昨日 MV の空き時間ずっとみんなで勉強してたんですよ。学力テストだから勉強系だすだよね。だって学力って時点でもう勉強系よね。空き時間にみんなでというかアリちゃんとソラハとコッコと数学の勉強をしたよ。ちょっと本当に中学生の問題だけどこんなやつをなんか久しぶりなんか因数分解とか絶対忘れてるからやってみた。でも意外となんかやってみたら思い出してきた。なんかアリちゃんのやつとかでやってなんか XY みたいなやつあるじゃないですか。なんか久しぶりにやったらあれ意外といけるんじゃないとか思いながらやった。一番下はアリノンとマイハだから中3かな。展開とかあった。なんかまとめるやつやった。カッコでまとめるやつあるじゃないですか。なんか x2乗中3レベル。そうそう、だからまあとりあえずまあ多分なんとかなるかなって思い出し、ちょっとあの思ってたより思い出したからまだなんとかなるかなって2×5 の2乗 50?ルートとか全く分かんないんだけど私。アリちゃんと一緒に勉強した。ルートってルートなんかマジで分かんない。アリちゃん頭良さそうよね。かわいい。もう全然覚えてないよね。科目何が得意で何が苦手。得意なのは国語。苦手なのはいや全部苦手だけど、テスト勉強自体英語が一番苦手かも。古文はないでしょ。中学生で古文ってするの？古文出るといない。いや私古文できたのって高校生の時勉強してたからできただけであって、もうだって3年ぐらい古文の勉強してないから全く覚えてないですよ。でも中学生だから出ないでしょ。得意だったなんてもう高校生の時の話だからな。え、みんな覚えてる古文とか今。未だに覚えてる人おるん？全然覚えてない私。覚えてないよね。レッテン覚えて、
レテンってあれ漢文じゃない。外国語確かに難しいよね。源氏物語好きでしたね。私も私も、いや私古文好きだったのはマジで話が面白いから好きだったんよね。現役ピオだけ、いや地本ヌも現役。彼女が MV 撮影に参加できて楽しかったって言ってた。あらディアジュ。源氏物語が大嫌い、むずい。源氏物語むずいのかな。なんか古文って雰囲気じゃない。雰囲気や。ひな御礼、お礼を御礼って読んでた。それはやばいね。いやピオとコッコはマジでやばいんだって。なんかイモースのロケ行った時にライブラリー、なんか図書館あったんですよ。でその下にライブラリーって書いてて、それをリブラリーって言ってたから、どっちが言ってた、ピオだった気がするよね。ピオがライブラリー見てリブラリーって言ったんですよ。えっと思って。ピオちゃんあれはライブラリーだよって言った。イモスで。コッコは何だった、なんかの、あそう、なんかとろみちコッコで博多行ったじゃない、博多福岡行ったじゃないですか。で福岡行ってなんかインタビューしてもらったんですよ。あのタウン誌の方に、タウン誌の方にインタビューしてもらって、でその時になんかコッコが好きな食べ物、なん好きなじゃない食べ物じゃないわ、あの瀬戸内のおすすめのものなんですかって聞かれたんですよ。ここはで瀬戸内のおすすめのものは柑橘系です、桃とかって言ったんですよ。はぁと思って。柑橘系です桃とかってどういう日本語と思って私は。あーコッコって去年、いや今は多分もうプロフィールに書いてないんですけど、前までプロフィールのとこに好きな食べ物柑橘類って書いてたんですよ。でもコッコ桃も柑橘類だと思ってたのよ。で柑橘類が何か分かってないのに好きな食べ物柑橘類にしてるんですよ。いやなんかその前からうすうす気づいてたんですけど、なんかそれこそまたとろみちコッコで、とろみちコッコでねパルコ行った時になんかコスメキッチン、違うな、コスメキッチンじゃないな、まあ、なんかこうちょっとメイクとかなんかそういういい匂いするものとか売ってるとこ行った時になんかみちゅがなんかラベンダーかなんかの香水というかなんかミストみたいなやつをなんかテスターで試して、でいい匂いするって言ってたんですよ。でそれをコッコに嗅がしたんですよ。そしたらラベンダーを嗅がしたんですけど、本当だ柑橘の匂いするねって言ったんですよ。みちゅがいい匂いする嗅いでみてって言ったら、そう、そしたらコッコが「あ本当だ柑橘類の匂いするね」みたいな言ってて、で私はまあそこはスルーしたんですよ。みちゅも柑橘じゃないけどなって多分思ってたんですけど、みちゅも私もスルーしたの。それは多分間違えたんだなと思って。でもその柑橘系桃とかって言った時に、あコッコはいい匂いがするものは全部柑橘だと思ってるんだってその時思った。あなるほど、コッコはいい匂いがするものは全部柑橘類だと思ってるんだろうなって。ってなりました。いやその時は間違えたと思ったのよ。だから桃は言った、ちゃんと
コッコ桃は柑橘じゃないよって言って。香水は使ってないですね、私は。我々が間違えてるかもしれない。確かに。頼みは取るじゃない。いや、私も全然できん。いや、マジでできん。で、理科と社会の勉強したんですよ。あ、コッコ意外と社会できてた。でもなんかソラハとアリちゃんと4人で理科と社会を勉強してたの。まあ勉強っていうか、その問題集の問題を出して答えるっていうのをしてたんですけど、ソラハも意外とできてた。アリちゃんもソラハ、なんかアリちゃんはできるだろうなと思ってたんだけど、ソラハはあんまできなさそうだなって思ってたんですよ、正直。ソラハも結構答えれてて、でコッコも意外と答えれてたから、あーって、で意外といけるんやって。で楽しい、なんか違うんですよ、こう勉強はできないんですけど、こう久しぶりにこうみんなで問題を出し合うっていう、この学生の時を思い出させるようなことをしてるのが楽しくて。そう、何かわいいのが来た。へえ、福さん、くまちゃん、ありがとう。くまくまくま、かわいい、何これ。くまがハート持っとんやけど、何これ、かわいい。星さん、くまちゃん、ありがとう。くま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 、ありがとう。めっちゃかわいいんだが。あ、タワーと同じなの。かわいい、クマタワーだ、ほんとだ。かわいい、ジューンブライトってことか。かわいい、ありがとう、嬉しい。ジューンブライトなんだ。福さん、福さん、クマタワー、ありがとうロブー、ありがとう、ありがとうロブです。かわいい、ありがとう、おめでとうロブ。みずほちゃん、うがいさん、清弘さん、福さん、国吉さん、みずほちゃん、おっくんさん、ゆう、あとゆりぶさん、ダムドさん、ギフトありがとう。ナバロード、ナマロ、ナバートロさん、ダムドさん、うっかりあんこさん、みーさん、ギフトありがとう。さいちゃんさん、くまちゃんありがとう。くま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 、ありがとう。確かに、あちゃんも聞こえた。確かに。めでたいこと続きやな。トロちゃん、結婚式参加することある。一回だけ、おばちゃんの結婚式に行ったぐらいかも。あと、なんか、小学生、ほんま、小学校の低学年の時に、幼稚園の時の先生の結婚式に行ったか。言ってないな、たかな、記憶の中ではそれくらい。瀬戸マイク兼任メンバーマイキューになった。おお、そうなんや、おめでとうロブ。そうか、瀬戸マイクのなんかメンバーを探しとったもんね。あんまよく知らないんですけど、
同級生の結婚式に呼ばれて年を兼ねて。さすがに私はまだいないかな、友達で結婚してる人。でもなんか結構メンバーの中には何人か友達が結婚したって人はいるけど、私はいないかも。周りにまだ普通になんかみんな大学を楽しんでる感じですね。ラーメン食ってる間に兼任決まった、いいやん。友達結婚しても子供も、でもそんなもんじゃないですか。だってね、皆さんもう25以上とかでしょ。中にはうちのお母さんが25ぐらいで私を産んでるか、そんなもんじゃないかな。気持ちは20歳。若い。今週23になりました。おおめでとう。コッコももうすぐ23よ。一方その頃僕はタコしてよ。それはおもろい。大丈夫よ。うちのママも、うちのママは結婚しては子供も産んどいけどオタクよ。いまだにゆきりんさんの写真を送ってくるけどね、私に。減量続いてる。全然ダイエット、私なんか太ったと思ってたんですけど、なんかこの前採寸したんですよ。なんか衣装の採寸した時に衣装さんに、あれトロちゃん痩せてるねって言われたんですよ。あれと思って、結構前測った時、痩せてる時に測ったんですけど、採寸、痩せてる時に採寸したんですけど、なんかお腹とか絶対太ってると思ってたのに、そのサードの衣装、サードの衣装じゃないんだけど、まあサードの時に衣装さんに採寸してもらった時に、あれ痩せてるねって言われて、嘘って言って、痩せてますって言いながら、そう、なんかお腹とかも、なんか二の腕とかめっちゃ気にしてたんですよ私。二の腕とかめっちゃ太ったと思ってたのに、衣装さんに二の腕もすごいなんか痩せてるよって言われて、なんか二の腕細いねって言われたんですよ。あ、二の腕細い方なんだと思って、私自分のちょっと嬉しかった。だからなんかこう自分のさ、自分のことしか見てないからさ、この自分の腕しか見てないから、こう一般普通がどれくらいか分かんないから、だから嬉しかった。あ、痩せてるんだと。気にしてた分増えずに済んだ。あ、確かにそうかもしれない。思ってたより。なんか安定してるって。なんかめっちゃダンスの先生にもなんか安定してるよねって、トロちゃんは安定してるよねって言われる。なんか別になんか太ったって思うこともないし、めっちゃ痩せたって思うこともないって言われた。そうなんかと思って、ちょっと嬉しかった。日焼け止め塗ってる。いや私去年の夏全く塗らなかったんですよ、日焼け止め。日焼け止め嫌いで、すごい そう、いいこと、嬉しい。そう、去年の夏全然日焼け止め嫌いだから塗ってなかったんですよ。でもそんなに焼けなかったんですよ。でも今年は、去年そんなに塗らなくても焼けなかったんだから、今年塗ったら絶対白くなると思ってちょっと塗ってみた。だから日焼け止め塗ることにした。
なんでいけ、いや日焼け止めベタベタするからめっちゃ無理。そう将来のお肌のため、そうなん、将来のために塗ろうと思って。ベタベタしません、日焼け止め。でもなんかベタベタしないやつ買ったの今年。なんかベタベタしないというかスティックのやつ買って、なんか手でさ伸ばさなきゃいけないじゃないですか日焼け止めって。それがすごい嫌で、なんかサラサラになるスティックのやつ、日焼け止めスティックみたいな。だから手も汚れないしサラサラになるしめっちゃいいっていうね。でもほんと塗った方がいいですよ皆さん。なんか結構この前イモス行った時に結構外でめっちゃ日焼けする感じだったんですよ。で私とかメンバーは日焼け止め塗ってるから全然大丈夫だったんですけど、カメラマンさんがもう真っ赤っかになってて痛そうで、めちゃくちゃ。そうカメラマンさんかな、うん、カメラマンさんがめっちゃ痛そうで、いや男の人ってあんま塗らないんだろうなと思って、男の人もちゃんと塗った方がいいよっていう風に思ってる私は。飲む日焼け止め、飲む日焼け止め欲しい、気になるめっちゃ。いや本当に技術さん大変そう、本当に ロケとか行ったらマジでスタッフさんが大変だなっていうのは本当に見てて思う。だってイモスとかもそうだけど、まあ、全部そうなんだけど、ロケってさやっぱずっと歩いてたりさ、まあ、中にはね結構歩いたりさ、山登ったりする時もあるしさ、すっごい暑かったり寒かったりする時とか走ったりする時とかもあるわけですよ。その中でねあんな重たいカメラを持って、で音声さんとかって、音声さんってそのマイクもそうなんですけど、あの長いなんかマイク持ってるんですよ、こうなんかスティックみたいなやつあって、でプラスでなんか肩に機材みたいのかけてるんですよ。めっちゃ重たそうな機材持ってるのいつも。いやーこれは大変やろうなと思って。で特に女性だったりするんですよ音声さんって。なんかカメラマンさんは男性の方が多いんですけど、なんか音声さんって割と女性の方がいたりして、マジで重たそう。スタッフさんって本当にすごいなって思いながらいつも見てる。いやそのスタッフさんもそうなんですけど、運転手さんとかいるじゃないですか。それこそねロケとか行く時って、瀬戸内って新幹線で行くほどの距離じゃないんですけど、車で行ったら遠いんですよ。岡山とかって新幹線で行ったら、まあ、まあ岡山はたまに新幹線で行くんですけど、まあ、基本ロケってバスなんですよ。ロケって本当に基本バスだから、でしかもバスの中って2、3時間、3時間、2時間乗ってたりする時もあったら、3、4時間乗ってる時もあるし、そうだから大変だなって、行きも帰りも。お疲れ様ですって感じ。なんですよねスタッフさんって。ロケの間待ってくれてるんだと思うんですけどね。明日コッコピョーちゃんたち STU 自体再始め、そう明日鳥取行くらしい。私も行きたかった鳥取、めっちゃ行きたかった鳥取、いいなってずっと言ってた明日鳥取やーって言った時、マジっていいないいなって。でもめっちゃかかるらしい、4時間とか3、4時間ぐらいかかるらしいですよ。
メイク変えた、そうメイク変えた、正解。私はね明日違うんですよね、違うお仕事なんですよね、ロケがある。お祭り行きたいです。あざーす、綺麗になってありがとうございます。東京並みね、そうなのよ。でもめっちゃ鳥取行きたかった、一緒に楽しそう。サイン地味にとね、あんななんか近そうで割と遠いっていう、意外と近そうなのにね。初めてトロちゃんの握手行く、お待ってます。島根行かない、島根も行ってみたいよね、行ったことないな私。あれ鳥取はあるんですよ、なんか温泉に行ったことがある鳥取で、あとなんか中学校の時大山登った、めっちゃ疲れた。島ね行ってみたいな。広島行ったことない、あらぜひ来てください。大山は好き、スキーしてみたい、行ったことない、好き。大山登ったそうでしょ、もうめっちゃきつかった記憶、中2の時にもう無理無理って言いながら、まあ、言ってないけど多分無言で登ってたんだけど、結構ハーハー言いながら登った記憶。世にも奇妙な物語は見てないです、中2で大山、あそう中2で大山の酸素が、そういうことか、山が高いから酸素が薄かったんか、そういうことね。鳥取は私友達が鳥取出身で、大学のすごい仲良しな友達が鳥取出身なんですけど、めっちゃ可愛いですよ方言。そうだにーっていうそうだにーっていうのそうだよっていう時、そうだにーっていうからめっちゃ可愛いですよね方言。コマさんみたいな、妖怪ウォッチの、妖怪ウォッチ。鳥取といえばコナン、コナン、コナンの漫画持っとるよ。でも買いは、そんな集めてはない、なんかどうしても見たかったら買う感じですね。ルーンフォローしてありがとう。トーカさん行ったことで、トーカさん行った、今日行った。皆さんぜひインスタに、インスタグラムに投稿してるので、いいねとフォローよろしくお願いします。トロブちゃんって休み時間に人が寄ってくるタイプだと思う、そういう印象は、いい印象やね、それはありがとう。私は休み時間になったら教室から出ていくタイプですね、タイプだった。なんか教室から出て違うクラス行ってた。トーカさんやで、トーカさん、トーカさん、
そう、空気変えたい。あとなんか、あんま同じクラスに友達おらんくて、高2の時、高 2? 高校生の時、いや同じクラスに友達がいなかったわけじゃないんですけど、あんまりこう馴染んでなくて、クラスに。だからで、しかもなんかその遊びに行くクラス、なんか私は頭良くないんですけど、私の友達はみんな頭が良くて、なぜか私の友達、あ、でも違うんですよ、このユニバに行ってる、一緒にユニバ行ってた子とかは違う、頭いい組じゃないんですけど、頭悪いわけじゃないんですけど、まあ、まあその子も違うクラスだったんですけど、同じクラスにね、あんまいなかっただけで。とりあえず友達が頭がいい子が多くて、でその子たちみんな 特進クラスっていうんですかね、頭のいいクラスってあるんですよ。なんか受験ガチ勢クラスみたいな、頭もうこのクラスの人たちみんな頭いいみたいなクラスがあって、そこにいたんですよみんなが。だから休憩時間はそのクラスに行って遊びに行ってた。でもテスト前になると入れないんですよね、教室に。そう、もうマジで入ってったらみんな勉強してんので、まだテスト前じゃなかったらそんなに入りにくい雰囲気じゃないんですけど、テスト前になったらマジで誰一人席立ってなくて、本当に全員座ってるんですよ椅子に。でも入ってた、入りづらい雰囲気だったけど入ってた。ヤッホーって、だいたい教材買いにとった。いや頭のいいクラスの子だからさ、教材買いに行ったら全部答え書いてあるんですよ、こう授業中にちょっと答えれるっていう、当てられても。お、トロ STU さんギフトありがとう。かわいい、なんじゃこりゃ。なんか新しいギフトがいっぱいあるね今日。おっくんさん、きよひろさん、あきひーさん、みずほちゃんギフトありがとう。あ、これももしかしてタワー？そう、入ってた。高校自体偏差値高い学校だった。いや別にそんなに。5000円ありがとう。バルーン、バルーンは5000円、ありがとうございます。バルーンちゃんを、トロ STU さんありがとう、ありがとうね。クマ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 5匹分。本当だ、消えた。学力テストチャートで頭良さそうな人多くない？嘘でしょ？今んところビリ候補やで今んところビリ候補だから頑張ろうって話してる。おばんです、ヤッホー。誰が一番頭いい？え、チャートリだったら誰だろう。いや別になんか、別にそんなにめっちゃおバカちゃんなわけでもないんですよ。ただ平均じゃん。で多分他のチームって一人はできる子がいるんですよ。一人はズバ抜けて頭のいい子がいるはずなんですよ、他のユニットは。まあ、四国だったら、まあ四国だったらまあ結構頭のいい子が、頭良さそうな子いっぱいいるじゃないですか。四国はもう圧倒的になんか私の中で強そうだなと思ってて、で瀬戸マイクは、
瀬戸内区って誰がいるんだろう。おきちゃんとか頭良さそうじゃない。と思ってたりして、でスタジオはみちゅとゆらちゃんがいるんですよ。頭良さそうじゃん。ゆらちゃん頭良いし、私の中では、私の中ではみちゅとゆらちゃんは頭がいいっていう認定で瀬戸セブンはココアとかあーちゃんがいるし、ほら頭のいい子がいるじゃないですか。となると、あ、マリーナも頭いい、ゆらちゃん、え、でも私ね、なんかあかりんと、あ、どっちもあかりんだな、福田のあかりんとゆらちゃんとありちゃんとお勉強したのこの前。ゆらちゃんと、あ、違う、ゆらちゃんとあかりんとあおいちゃんだ、ゆらちゃんとあかりんとあおいちゃんと待ち時間、あの MV 撮影の待ち時間に一緒にありちゃんの教材で英語の勉強したんですよ。ありちゃんの中学校の宿題をの英語の教材借りて一緒にやってたんですけど、私全然わかんなくて、マジで。でなんか意外とあかりんも、まあ、もう高校卒業して3年ぐらい経ってるじゃん、私とかあかりんとか、まあ、ゆらちゃんもなんですけど、意外と忘れてるんですよ。ただありちゃんじゃないわ、ゆらちゃんはちゃんと覚えてた英語とか。なんかこれはなんでこうなのって言ったら、ちゃんと的確にこれはこうでこうだからこうなるんですよとか言って、え、ゆらちゃんすごい、ゆらちゃんって頭いいんだって言ったら、中学校の問題ですからねって言ってた。確かにってでも中学校の問題こそさ、覚えてなくないと思って。だからちゃんとあかりんですら覚えてなかったんですよ、あんまり。そん、難しいって言いながら一緒に解いたから。ただゆらちゃんはなんかちゃんと説明してくれたから、ゆらちゃん頭いいんやと。みーちゃん、みなみはわかんないんですよね。なんか暗記系得意って言ってたけどさ、でも暗記系ってテスト範囲があってこそじゃない？暗記科目って、テスト範囲があったらさ、そこで覚えてテストに臨めるけど、テスト範囲がなかったらなんかもう暗記するって言ってもどこ暗記していいかわかんないよね。あ、でもなんかみなみは社会が得意って言ってた、歴史とか。でもなんか、なんかの学力にいいって言ってて、でもちょっとせめて10番以内には入りたいと思ってる、全体で、全体で10位以内には入りたいなって思ってます。私はせめて3分の1には入りたいなって思ってる。ダークホース的な人いそう。確かに葵ちゃんとかは絶対頭いいんですよね。ココアに勝てる、え、絶対無理よ、ココア頭いいもんだって。頭がいい上に現役やで、個人順位出るんじゃない、妹スでしょ。だってでも妹スの出しそうな問題を予想しておきたい。多分珍回答が出そうな問題出してくると思うんですよね。だから訳せとかね、この文章を訳しなさいとか、絶対珍回答を出させるような問題を出してくると思うんですよ、イモス的に。この人は誰ですかとかね、っていうのを考えてる。めちゃイケてきた。そう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 。だからそういうのを予測しているね。英訳を、英文は和訳ありそうよね。
チャートリのスペルとか出るかな、チャーミングトリップ英語で書きなさいとかそんなのないでしょ、絶対書けるでしょ全員。ハステとワステみたいなね、面白枠誰だろうな、えほのかとか絶対面白いと思うんだけど、楽しみにしてる。偉人の写真見返しとかなきゃ、確かに。ビリはビリで美味しいですけどね。四国四県さすがに言える。今何分ですか。トロちゃん頭良さそう。いやそうですね、あ見た目頭良さそうって言われるんですよ。頭良さそうでしょそう、私は自分でも自分って見た目頭良さそうだなって思ってるんですけど、どうです。あ54分、あそろそろ終わろう。女子大生っぽい、そう女子大生っぽいよく言われる。見た目はそうなのや。セットセブンも強い、確かに。とりあえずちょっとチャートリやばいから、チャートリのメンバーと今ビリは回避しようねって言ってるんですけど、でも絶対チャートリでミュージックビデオ撮ったら可愛いと思うんですよね。だってなんか STU って爽やかな曲ばっかじゃないですか。だからなんか一回可愛いミュージックビデオを撮りたいんですよ私は。チャートリーで MV 撮りますって言ったら絶対可愛いミュージックビデオになるでしょ。絶対可愛い MV 撮りたいもん。でもちょっとあんまりやばいかなとは思ってるけど奇跡起こそう。確かに平均だからね。いやもう私はもうライブラリーをリブラリーっていうピオがいるから、もう私は心配でしかない。だってライブラリーリブラリーってよ、ライブラリーよだってあピオととか言って私の方が点数悪かったら笑えんな。みんなで勉強しよう。うぬさん、そううぬさん、うぬさんは意外といけるんじゃないかなと思ってる私は。いいんだよ、チャートで可愛いからいいんですよね。私マジあのチホンとピオのインスタやばいと思ったもん、マジで可愛くて。チホンヌとピオがあのフーチホとタマピオでそれぞれユニバ行ってたんですよ。マジで可愛いと思った、本気で。あのこの人たちマジで可愛いなって思ったもん。いやチャートで ビーキ激しいかなって。マジチャートリーがちゃん可愛いと思っとるけんチャートリービーキやからみんな可愛いと思っとる。いや ST みんな可愛いんですけどね。ただマジであのちょっとこんな子歩いてたらやばくないと思いながら見てたマジで可愛かった、全力可愛いよマジで。タマピオ風地方のユニバーはマジで神やったな、神なそうだった。私マジでコメントしようと思ったんだけどやめといた。なんかピオがフライングダイナソーのとこで写真撮ってたんですよ。でフライングダイナソーのとこで写真撮ってたからフライングダイナソーって送る返信、あのコメントしようと思ったの。フライングダイナソーって
コメントしようと思ったら、でコメント読んでたんですよ、ピオのとこのコメント読んでたら、私がフライングダイナソーってコメントしようとしてる直前にファンの人がフライングダイナソー、フライナソーだけに違うわ、なんかとりあえず私と同じこと書いてたの、フライングダイナソーって書いてて、あやめようと思ったこれはコメント被ると思って、ピオのファンの人とフライングダイナソーって書いてそうと思ったらあって、あダメだなと思ってちょっと先越された、そうファンの人が書いとったけ被っちゃった。でチホンヌはチホンヌでめっちゃ可愛くて、ピオも可愛いし、いやなんかチホンヌが動画開けてて彼女とデートなの的なやつめっちゃ可愛くて、私ずっと見てたの、10回ぐらい再生したんですよ、あれ再生回数、あの回数のうち10回は私なんですけど、私 MV の撮影中時々ところどころで見てたんですよ、あの MV 撮影の時に、あのチホンヌの動画だから、なんか他なんか誰か誰に言われたんかな、あゆみか誰かにまた見てんのって言われた、その動画また見てんのって言われるぐらい見てた、可愛かったんですよ。男女を呼べます。13位りょうくんさん、12位よしゅうさん、11位ゆうくんばわりさん、10位ぽんたさん、9位おっくんさん、8位たきおんさん、7位くにゅうしさん、6位さいちゃんさん、5位ケイティさん、4位ぽぶしさん、3位トレスティユさん、2位くずりゅうさん、1位ふくさんでした、ありがとう。そうめっちゃ見てた、ずっと動画可愛かったな、あんなに可愛くハンバーガー食べれんなと思いながら見とった。玉ピオのユニバはあんこんな可愛い JK あるとったらみんな振り向くやろうって思ってた、可愛かった。あ握手会待ってます握手会来てね、インスタもいいねとフォローお願いします。ではまたバイバーイ。